いや、さすが、さすが山根さんですね。今見てみたんですけど、この後この辺りはね、まだ20ミリぐらいのね、猛烈な雨が降るらしいんですけど、幸い城原の辺りだけは、その間にちょうど雨雲の合間を縫って雨は降らなさそうということなんで、問題なく行きましょう。よし、すげえわ、さすが山田さん。あー、今回も晴れ男っぷりを発揮しておりますね。あ、ちょっと一回だけ腰伸ばそう。うん、ちょっと雨止んでるしね。びっくりするぐらい外寒いやあ、温度どう、20度あるのかな。え、あ、そうか、標高が1キロ高いってことはこっちの方より10度低くなりますからね。そうだ、単純計算だとね、だいたい100メートルで1度変わるって言われますからね。あ、ビビった。ちょっと寒いと思うことあるんだね、この時期に。まあ、雨が降ってるっていうとか、いろいろ重なってるとはいえ。で、あの、意外と綺麗だけど、本当にトイレと自販機があるけど、トイレが綺麗なのはいいですね。よし。OK。ここはそんな本格的なやつも入れるところでもないですからね。さあ、行きましょう。ここからね。よかったー。ただ列車運行してるかどうかだけは心配になってきたけど、前日にそんだけ雨が降ってるとローカル線弱いですからね。で、こっから暗いだからですね。これで日だけを見たんですね。高山は、こっちで降りたらいいみたいですよね。まあ、今回私は高山を突きて、行きますからね。電話まで、まあ、逆に高山の方はこの後また猛烈な雨にドーンとするみたいなので、逆に言うと高山の山が、日田の山が、結構防いでくれるみたいですね。なんせこの辺りは相当な山合いですからね。ですが距離的にはここからそんなに離れてないところなんですけど、この今目の前にそびえ立ってる山々が雨雲をこううまいこと止めてくれるんでしょうね。ありがたい。何せ実は傘を持ってきてないですからね、今回も。まあ、いざとなったらまあさすがに買えばいいんですけど。あくまでも傘なしで行こうとかですからね。岡山よりも遠くなのかな。から対面通行なんだ。トンネル連続10本。これは逆に言うとこれぐらいの間にポイントに良かった。なるほどな。なかなか強いですね。なるほど。は対面なんだ。まあ、ここら辺からまではね、通行量があるけど、ここからそこは、そんなに通行量を見込めるかなっていうことでしょうね。10本作るってなると、10本のトンネルで済むのか、20本トンネルを作らないといけないかっていうのは、これはまあ、かなり大きな差になりますからね。
パンに近いことはないでしょうけど、後ろから疲れそうで怖いですね。まあさすがに来ないか、この時間なら。そんなに、え、もう飛んでるな、さっきは。すごいな。ストリームで、ストリームで撮った声をね、で、テキストの、あの、ファンタジー系の、あ、そのタイプだったからね、もう殺しちゃった。それでは、アウト、問題なく進めます。よし、もっと、ちょっと風に流されたんだな。気が抜けねえで抜けたと思ったら、またもう次に、ここにはエプロトンネル、山のところがちょっと風がありますね。突き抜けるんでしょうね。うん、そっか、なんであんなトンネルデブティにチェーンだった車がポコンとあるかと思ったら、そうか、ガッチチェーン勢の場合は、トンネル間は雪がないんで、あれなのか、いるんでしょうね。ああ、ここに脱入入った。おー。だな。いや、こうして走ると東海三県も広いね。うん、そんな北の端っこまで、北の方まで東海なんですからね。本当に大丈夫なんだろうね、これ抜けたら。あ、でもここでの山々が雨を降らせてせき止めてくれてるんでしょうね。ありがたい。そりゃ
じゃあ、かわいい。もう投げ込んでたね、もうまた。やっぱり一回切れてるの、まあ、一回切れてるの。切れてすぐに、こう、ほんと、ほとんど。今に死ぬ虫すげえ降ってたもんな。投げか、みたいなね。あんま強いね。さあ。出たところに、日高いの、パーキングエリアがあるんですよね。出たらすぐなんですよね。ああ、あれでもトンネルの中から左足捨てちゃってるのか。そんなに、あ、もうトンネルの中から分かれてくんだ。へえ。あ、本当に急なんだね。無理やり作ってんだね。まあ、ちょっと一回寄せみたかったな。うわー、うわ、急カーブ、うわー。すごいわ。すごいとこに作ってるね。はあ。